次に赤嶺政権君。日本共産党の赤嶺政権です。えー、名護市辺野古への,への米軍新基地建設について質問をします。建設費用の問題から伺いますが、防衛省は2019年12月、 軟弱地盤の改良工事に伴い新たな経費の見積もりを公表をしましたそれまでの3500億円を9300億円2.7倍に引き上げましたパネルを用意してきましたが環境保全措置が 700億円埋め立て工事の関連で、えー、仮設工事が2000億円、えー、護岸工事が、えー、1500億円埋め立て工事そのものが3600億円、えー、付帯工事が125億円、えー、飛行場施設の整備が625億円キャンプシュアーブ再編成の工事が 750 9300円円合計で 9, 億円となっていますまず、防衛大臣に伺いますが、この計画に基づいて、これまでにどれだけの予算を支出してきているのか、総額、内訳を示していただけますか防衛大臣、木原稔君。 総額と内訳ということでございます、普天間飛行場代替施設建設事業等にかかる2006年度、平成18年度から2022年度、令和4年度までの支出済み額は約4312億円、12億円となっております、その内訳でございますが、環境影響評価等に要する経費、すなわち環境影響評価、環境現況調査および 環境保全措置等にかかる経費として366億円、埋め立て工事に要する経費、すなわち仮設工事、護岸工事、埋め立て工事および付帯工事にかかる経費として3159億円、飛行場施設整備に要する経費として約1億円、キャンプシュア部再編成工事に要する経費、すなわち陸上部における施設を再配置するための 経費として約七百八十六億円となっております。赤嶺政権君、え二千二十二年度までの支出総額がえ四千三百十二億円という説明でありました。すでに全体の四十六パーセントを支出していることになります。具体的に聞きますが。 埋め立て工事は全体で3159億円を支出しているとの説明でした、仮設工事や護岸工事を除いた埋め立て工事そのものについてのどれだけ支出しているか説明していただけますか。防衛大臣木原稔君 まあ、埋め立て工事そのものの質、質額ということでございますが、え普天間飛行場代替施設建設事業等の質済み額については、えー、環境影響評価等に要する経費、埋め立て工事に要する経費、飛行場施設整備に要する経費、キャンプシュワブ再,再編成工事に要する経費に区分してえ、それぞれ先ほどお示ししたところでありますが、このうち、えー、埋め立て工事に要する経費については、えー 埋め立て工事そのものの経費のほかに、仮設工事や護岸工事、付帯工事という区分の経費がま含まれているところであります。まあ、その上で、工事契約については、同、え、一、ー、契約の中に複数の区分の工事が含まれていることがありますが、まあ、このような、そのような契約についても、通常区分ごとに支払いを行うのではなく、まあ、契約額の総額を支払っているところです。 このため、支出済み額については、埋め立て工事に要する経費全体として整理されてきておりまして、お尋ねの仮設工事や護岸工事、付帯工事を除いた埋め立て工事の支出み額というものを正確,正確にです、ね、お示しすることは困難であるということをご理解いただければと思います。委員長赤嶺政権君。私たちは、 この質問を準備する前に、契約の一覧表を求めました、それには予算総額も書いております、すでに埋め立て経費として、22年度までに14件契約しておりますが、その合計で、防衛大臣、いくらですか。 分かるはずですよ防衛大臣、日原稔君、えー、いわゆる契約懸命に、えー、埋め立て工事との記載のある工事の質総額を合計すると、おもうこれ、足し算ですので、約1700トンで4億円に、えー、なるわけでございます。し、えー、しかしながら、はい あの先般委員からまあご,依頼ご依頼いただいて、提出した資料、いや、まだ途中でございます。いやいや、1700億円と言ったじゃ足し算をするとそうなりますが、その正確にあの説明をさせていただきますと、契約件名に埋め立て工事と記載がある工事の中には、埋め立て工事のほかに仮設工事などが含まれているものもあるんです。一方で、同じく委員からご依頼で提出した資料の中に記載しているように、 契約懸命に埋め立て工事と記載がない工事にも、実際にはその埋め立て工事も含むものも、あのこれはあの技術的にそういうものがあの含まれているものがあります。まあ、こうしたことから、契約懸命に埋め立て工事と記載されている工事の支出積み額を足し合わせても、まあ、単純に足し算をしても、その仮設工事や護岸工事、付帯工事を除いた埋め立て工事の支出,支出積み額にはあのならないということであります。 まああのお尋ねの埋め立て工事の資質積み額のみを区分して、えー、正確にお示しすることはまあ物理的に困難であるということでご理解いただけたらと思います。委員長、赤嶺政賢君、あの埋め立て工事契約というちゃんと防衛省の中の資料があるんです。そこにいろんなものがね、えー、この含まれているから物理的に困難だっつって、えー、そんな。 あ、そんな自分たちの使った予算も説明できない象徴ってあるんですか？それ自体はおかしいですよ。で、私たちが取った、えー、資料の十四件のうち、さっき防衛大臣は、えー、足し算すると千七百四億円と言いました。で、埋め立て工事そのものは、えー、さっきのおパネルにも示しましたが、三千六百億円の 見積もりでしたが、すでに説明がありましたように、1700億円余りを出しています、47%です。ところが、その間に実際に今埋め立てたのは、全体の土量の14%にすぎません。14%で1700億円ですから、 100%をすべて完了するには、1兆2200億円かかる計算になります。当初の3600億円で収まるはずがありません。政府が見積もりを示してから22年度末までにわずか3年です。総理、なぜこんなことになっているんですか。 当初の、説明が、事実と、違っていたのではありませんか。防衛大臣。木原。みのる君。うん。あ、総理、け、は、いや、総理。<laughs> <laughs> あの。 辺野古工事、えーまあ、辺野古移設の工事を進めていくにあたって必要となる経費につきましては、まあ、令和元年の12月にです、ね、地盤改良工事の追加に伴う施工計画の見直しの結果や、また当時の工事の進捗状況等を踏まえ、約9300億円と示したところであります。まあ、そのうち、えー、先ほどご指摘のあったあの約3600円につきましては、埋め立て工事に要する経費のうち、 仮設工事、護岸工事および付帯工事を除いた、えー、埋め立て工事そのものの経費でありまして、えーまあ、地盤改良工事の追加にかかる費用や、またその令和元年2019年、当時の,その埋め立て材や、また人件費の単価などの要素を踏まえて、えーまあ、防衛、えーあ、沖縄防衛局においてです、ねえーまあ、見積もられたものとなるわけであります政権君埋め立て材が。 上がってるわけないんですよ。ガンズリの値段上がってませんよ。ガン釣り資材っていうのはガンズリですよね。埋め立て材はね。上がってませんよ。人件費っていうけれども、設計労務単価そのものも上がってるのはわずか8%ですよ。こんなにね、予算規模が膨らむはずがないんです。実際にはえ間違った説明を をしてい防衛大臣だったらいいです、またさっきと同じ説明だから具体的な内容ですので、大臣にをさせます、いやいや、具体的な内容を聞きました、あ<の>委員長、ちゃんと整理してくださいあの一般的にです、ね、この建設業界、あの防衛施設だけではなくて、建設業界においては、まあ、令和元年の、まあ、当時から人件費や資材価格が上昇傾向にあるということはお承知しております。 その上で普天間飛行場代替施設建設事業等における。まあ、人件費や。また資材価格の上昇率については。まあそれぞれの業務やまた資材により異なることから。まあ一概にそういうお答えすることはなかなか難しいのではないかなと思います。委員長。分かりました。それじゃあですね。私たちが調べたら。埋め立て資材価格がんずりですよ。上がってませんよ。 上がったというなら、その根拠をちゃんと資料として出してください。人件費一般に上がっています。しかし、えー、ダンプでですね、ガンズリりを運ぶ運転手の設計労務単価もほとんど上がってないですよ。それもきちんと説明をする資料をですね、えー、出してください。あのー、今、埋め立て工事を申し上げましたけども、 今度はですね埋め立て工事だけではありません、えー、オレンジ色のマーク、もう一つついてると思うんですが、えー、キャンプシア部ブ再編成工事は786億円を支出しております、す、え、で、ー、にですね、えー、当初の750億円を超えてるんですね。 防衛大臣、キャンプシアブ再編成工事、これはどのような工事なのか、なぜ僅か3年で当初の見積もりを超えたのか、明確にし防衛大臣、木原稔君。 キャンプシャー部再編成の工事に要する経費につきましては、令和元年12月に経費の概略として、委員御指摘の約750円とお示しをしておりますが、令和4年度、2022年度までの支出済額の総額については、約786億円というふうになっております。でキャンプシャー部再編工事については、まあ、個々の施設ごとに、 日米間で具体的な検討を行った上で、合意したものから工事を進めていくこととしているわけですが、個々の,その施設整備にかかる所要額を計上してきた結果、まあ、当時の見積もりを上回ったということになるわけであります。防衛省としては引き続きその経費の抑制に努めつつ、キャンプ主ラブ再編工事を着実に進めてまいりたいと思っております。 委員長赤嶺政賢君今の当初予算をはるかに超えたのは、えー、ここのお施設の工事について、えー、ここにアメリカと相談しながら、えー、やってきたと、お今、そういう答弁でしたけれども、普通は予算の範囲内でということになりますよね、予算がこれだけだからということになりますよね、で予算を超えてアメリカが米軍が要求してきたら、いやいや、これ予算超えますからと。 そういう説明になりますよね。普通は。で、えー、基地の完成というのは、えー、沖縄からあ、沖縄県から軟弱地盤の承認を得てから、少なくともこれから12年はかかるというのが、えー、政府の説明でした。えー、それとセットで示した経費の見積もりが、えー、わずか3年で、 超えてしまうというのはこれはどう考えても納得できるものではありません最初の七百五十億円の積算根拠これと現在の個々の施設について米軍と相談して決めてきたあのことありましたがこのキャンプシュアブ再編成工事というのは終わったわけじゃなくて 今後も施設の整備は続きますよねどれだけの施設整備を予定しているんですか防衛大臣木原美濃君えお答えします、えー、キャンプシア部再編 工事に要する経費につきましては、えーまあ、平成21年、ですから2009年当時に、えーまあ、当時はまあ大まかな見積もりとして、えー、普天間飛行場および、えー、キャンプシア部に所在する施設の規模等を踏まえて、えーまあ、約600億円とお示しをしてきたものであります。まあ、その上で、えーまあ、令和元年、10年後の2019年の12月に、 経費の概略としてお示しした約750億円につきましては、これは平成21年からその令和元年までの人件費や資材の物価上昇分を反映した見積もりであります。えーまあ、そのキャンプシャアブ再編成工事につきましては、まあ、先ほど申し上げましたが、個々の施設ごとにです、ねえーまあ、日米間で必要な調整を経た上で、 日米合意したものから工事を進めていくということとしておりまして、その結果として、今のような状況というふうになっているわけでございます。日米間で合意した施設整備の計画について、引き続き、これは適切に公表してまいりたいというふうに思っております委員長赤嶺政権君。まだこれからも施設整備が続くわけですね。 すで、えー、に当初の見積もりはあ超えているわけです。しかも、わずか3年で,です、ねえー、見積もりの予算が超えてしまうというのは、これは、えー、納税をしている国民としては絶対に納得できるものではないんじゃないですか。で、この一体どういう、えー、積算根拠、750億円という数字を出して、 来たのか、えー、で、えー、出してきたのか、あこれは、えー、さっきのアメリカとのここの調整でということですから、えー、そういうものをですね、えー、この再編成工事でですね、えーあのー、これからもすでに超えて、 予算を支出していいいくとととうことになると思いますそれで総理にこの件で伺いますけれども2019年の見積もりは実際はですね埋め立て土量、埋め立てのがんずりの埋め立ての費用やですね今のキャンプシュアブ再編成事業これらもですね2019年の 見積もりは実際よりも小さく見せかけるものだったという可能性疑いを持っておりますさっきも求めましたけれども総理にも二点求めたいと思います一つは2019年の見積もりが一体どういう根拠によるものだったのかこれを調査し 報告することもう一つはえ、現時点での正確な見積もり、あと12年かかりますから、総理、今,今後の正確な、あとどのぐらいかかるのかという正確なあ見積もり、えー、これを示すことは、政府の最低限の責任だと思います、えー。そういう根拠を総理、総理示していただけますか、約束してくれますか。 防衛大臣木原稔君辺野古移設の工事を進めていくにあたりましては、えー、まあその経費につきましては、令和元年12月に、地盤改良工事の追加に伴う施工計画の見直しを行いまして、その結果、その当時の進捗状況を踏まえて、9000戦。 約 9, 億円ととお示し,したところであります、えーまあ、そういうご指摘の,の3600円ということを冒頭、ご指摘をいただいておりますけれどもあの、地盤改良工事の追加にかかる費用であるとか、あるいはその令和元年、2019年、うん、つまり10年後のです、ね、そのときの、まあ、埋め立て材、あるいは人件費の単価、 そういったさまざまな要素をです、ね、踏まえまして、えー、まあこれは沖縄防衛局においてまあ見積もられるということになるわけであります委員長高峰政賢君あのこれはですね、えー、今の答弁聞いていても、辺野古の新基地建設の予算は合ってないようなものです。アメリカとの交渉でどん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 上がっていく、であと12年かかるんですよ。 もうすでに予算なくなりつつあるんですよそれに対して根拠を示すのは政府として最低限の責任だと思います予算委員会への資料の提出を求めたいと思います委員長にですか。御国理事会で共有いたしますあの政府はこれまでですね普天間基地の一日も早い危険性除去のために辺野古に 代替施設を作ると強調ししてきましたえそもそも普天間基地がどのようにして現在のような危険な基地になったか、総理はどのように認識しておられますか内閣総理大臣、岸田文雄君はいあの普天間飛行場の場所。 私も沖縄担当大臣を務めたことがありますが、まあ、その当時から歴史について、えー、様々な方から伺ってきました、戦、まあ、前、えー、普天間飛行場の場所、役場や国民学校、郵便局、病院などが,が存在し所在した、街道が通っていた、うん、さらには集落が、えー、所在する田畑が広がっていた。 まあ、こういった、話を聞きました。え、そして戦時中、昭和二十二十年四月。米軍が上陸した後、土地を接収し。普天間飛行場が建設された。こういった歴史をたどったと承知をしております。委員長赤嶺政賢君。今のは、あの。今の閣僚の中にですね。普天間基地は。 何もなかったサトウキビ畑の真ん中に作ったという認識をお持ちの方もいらっしゃいますので、今の総理の話をですね、えきちんと受け止めていただきたいと思います。どなたとははあえて名前は言いません、えー、そもそも普天間基地は、えー、沖縄戦で住民が収容所に入れられている間に、米軍が住民の土地を一方的に囲い込んで、えー、建設したものです。 米軍の許可が下りて、自分たちの家に戻ろうとしたら、集落丸ごとを基地に変えられていたのです。住民は米軍から割り当てられた周辺の狭い土地に住むしかありませんでした。それでもですね、総理、それでも1972年の本土復帰の頃までは、 今ののような基地の運用はされていませんでした当初は滑走路も使われずに放置され住民の出入りも工作も可能でしたところが1974年に米軍の那覇飛行場現在の那覇空港ですがこの返還のためとしてそこに配備されていた P3C 哨戒機を嘉手基地に移駐して訓練は普天間基地で行うことになりましたそのためにですね日本政府が普天間基地の滑走路を整備し直しました突然騒音の激しい基地に変わったわけですねさらに1978年には北丹町にあった ハンビー飛行場の返還に伴い格納庫や駐機場を整備しました当時沖縄県はですね補修革新を問わず普天間基地の強化に反対し返還を求めてきましたが日米両政府は見向きもしませんでしたそれどころか1976年には岩国基地から1000人規模の 第一海兵航空団が県内に配備されましたそして1992年にはハワイから CH46E ヘリ12機が配備されました総理普天間基地を現在のような危険な基地にしたのは日米両政府地震であります基地のたらい回しでは 同じ過ちを繰り返すことになる,なるんじゃないかと思いますが、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君。えー、まず、委員、えー、ご指摘のように、この昭和49年の米海軍 P3C の嘉手納飛行場への移住また昭和53年のハンビー飛行場の返還。 さらには、今、岩国市からの移転など、さまざまなご紹介がありました、こういったあの経緯を経て、現在のような運用が行われるようになった、このように、まあ、承知をしております。あのこの、うんまあ、形成過程においては、さまざまな議論があると承知をしておりますが、まあ、いずれにせよ、世界一危険と言われる普天間飛行場の固定化、 これれは絶対に避けなければならななばらいと考えております、えー、沖縄の基地負担の軽減のために全力を尽くしてまいります委員長、赤嶺政権君、えー。要するにね、このいろんな基地をたらい回しした結果、たらい回しした結果、あ基地に、えー、今のような危険な基地になったわけです。それをやったのは日米両政府です。いずれにしても 普天間基地を解消しなければならない、と言って辺野古に基地を作ろうとする、同じたらい回しじゃないですか、危険な基地を作るようなものじゃないですか、問題の解決にはならないと思いますよ、普天間基地を世界一危険な基地にした失敗をまた繰り返そうとしているのではありませんか内閣総理大臣、岸田文雄君。 あの先ほど申し上げたように、この沖縄の米軍施設区域の形成過程につきましては、さまざまな議論があると承知をしております。ただ、普天間飛行場の固定化、世界で最も危険だと言われている普天間飛行場の固定化、これは絶対避けなければならない、これは県民の皆さんと思いを共有していると考えておりますそのたために努力をいたします。 委員長赤嶺政賢君あのー、さっきの普天間基地が危険になった過程は、議論じゃないんですよ、記録が残ってるんですよ、政府にも残ってるわけですよね、だから同じことを基地のたらい回しの結果、あの静かで、のどかな基地だった、まあのどかというのはあれかもしれませんが、基地の出入りもできた、そういう普天間基地が、 今のような危険な基地になったのは、たらい回しの結果なんですよ。それを今度はまた辺野古にたらい回しをしようとしている、そのやめるべきじゃないですか内閣総理大臣、岸田文雄君。あの形成過程について、えー、さ,さまざまなこの評価があると考えています。し、えー、しかしいずれにせよ この普天間飛行場の固定化は避けなければならない。そしてそのための唯一の方法が辺野古への移転だと考えて取り組みを進めております。取り組みを進めてまいります。委員長、赤嶺政賢君。それじゃあ、辺野古では基地を作ったら危険な基地にならないのか。この点についてですね、辺野古の集落では、えー、2018年、 2018年の8月から、防衛省が航空機の騒音測定調査を行っています。えー、この騒音測定調査、あこれが防衛大臣、どういう経過で調査することになったのか、どれだけの騒音の発生が確認されているのか、説明していただけますか防衛大臣、木原稔君。 のにあの冒頭あの、私の先ほどの答弁の中で1箇所、3600億円というところ、奥が抜けてたのですみません、そこは訂正いたします。その中で、あの航空機の騒音測定に関する防衛省の取り組みということでありますが、えー、ご指摘の,その名護市の辺野古屋は、えー、米軍のキャンプシュアブに隣接する地域でありまして、えー、キャンプシュアブの訓練場に米軍ヘリが飛来する際には、 その飛行経路の下に入ることがございます。そのため、辺野古においては、飛来するヘリの騒音が発生してきているものと承知しております。こうした航空機の騒音については、地元住民の皆様方からの苦情のほかに、名護の市議会からも、類似の要請をいただいていたことを踏まえて、防衛省においては、平成30年、2018年の8月から、辺野古での、 航空機騒音測定を開始したところでありますで具体的にどれぐらいかというご指摘もありましたので、申し上げると、この騒音航空機の騒音測定を開始して以降、騒音状況の把握に努めてきた結果、これまで60デシベル以上の騒音が、騒音レベルが発生した回数について申し上げると、平成30年の8月から令和5年の9月までの5年間、 あの合計で1万飛んで630回で1年あたりでいうと約2130回の騒音が発生したことを確認しているところです、まあ、米軍によるその航空機の運用にあたっては公共の安全に妥当な配慮を払うのは当然のことであります防衛省としては米側に対し地元への配慮を求めるとともに引き続き米側とは密接に連携を図りながら 地元に与える影響が最小限にとどまるよう、適切に今後も対応してまいります委員長、赤嶺政賢君総理、もう基地を移す前からですね、今の防衛大臣のような、えー、説明の騒音があ起こっているんですよ、着陸隊があるもんですからね、でそして、えー、夜の10時から翌朝7時までの騒音も、 年間で577回、これ、公共の安全に配慮した飛び方ですか、こんなのが、米軍に対してですね、こういうのが起きてるわけですよ。だから、辺野古に新しい基地ができたら、住民が一層激しい騒音に悩まされると思いますが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君、えー。こうしたの、えー、施設。 のま運営には地元の理解は欠かせません地元の皆さんの負担軽減に向けて日米で努力をすることは重要であると思います日本側として米軍の協力を求めていきたいと考えます委員長赤嶺政権君今の総理の答弁は現に基地の被害に直面している 私たちにとって非常にうつろに、えー、響いてまいります、えー。米軍に対して何もできない日本政府、それがです、ねえー、騒音被害を、えー、抑える、えー、こういうことなどできるはずがないと思います、えー。これは日米地位協定があるからだという主張は、総理も、えー、よく理解できると思います。 あの普天間にです、ね、与那城千恵美さんという方がいらっしゃいます2017年12月米軍ヘリの部品が保育園に落下してきたときに子どもさんを預けていたお母さんの一人ですあの事故から仲間たちと一緒に子どもたちに安全な空をと活動を続けています政府が先月大執行訴訟を提起したとき玉城デニー知事を を激励する集会が県庁前の広場で開かれましたそこで与那城さんは次のように訴えています普天間基地がなくなればと本当に思うけれどもその負担を名護市民に移すのは普天,普天間の危険を知る私だからこそできない県民が今こそ 辺野古の新基地建設措置をめぐって踏ん張る時です。このように訴えました。総理、現に基地の被害を受けている住民にこういう苦しい思いをさせていることについてどのように思われますか。あの基地の苦しみは移すのではなく、そしてそのなくすべき。 苦しみをなくすべき、えー、痛みのです、ね、移転ではなくて、痛みをなくすべきと思いますが、総理いかか。がですか内閣総理大臣、岸田文雄君、はいあの。沖縄県の皆様方には、まあ、多くのこの米軍施設、区域が集中することによって、大きな基地負担を担っていただいていること。 これを重く受け止めています。え、具体具体的に苦しみにあわれたま方々の思い、えこれはあ大事にしていかなければならないと思います。まそういった思いを胸に沖縄の基地負担軽減これは政権の最重要課題です。え一つ一つこの成果を着実に積み上げたいと考えます。委員長。 赤嶺政賢君今、沖縄は負担の軽減どころか、安保三文書によって自衛隊のミサイル基地が強化をされ、民間空港港湾まで軍事利用され、そしてアメリカの海兵隊が離島にまで展開する、負担の軽減どころか、今現状はですね負担の強化ですよ、でそれをですね平気で負担の軽減で努力すると。 という総理の発言はとても受け入れられるものではありませんちょっと時間がありませんのでイスラエル・パレスチナム紛争について伺いますカタール政府はイスラエルとハマスが50人の人質の解放と引き換えに4日間の戦闘休止に合意したことが明らかにしました大事なことは これを恒久的な停戦につなげることであります。イスラエルのネタニヤフ首相は、ハマスを壊滅するまで戦争を続けると明言をしております。住民が避難したガザ地区南部への地上戦の拡大も取り沙汰されております。そのようなことになれば、 重大な事態にあることは明らかです。これまで日本政府は、一時的な戦闘休止を求めても、停戦には固く口を閉ざしてきました。今回の合意を恒久的な停戦につなげるために、まず日本政府自身が即時停戦を求める立場に立つべきではありませんか。 外務大臣上川陽子さん答えをいたしますガザ地区の状況は深刻化の一途をたどっていることに加えまして地域に飛び火をして情勢が不安定化することに日本としても深刻な懸念を持っております事態が早期に鎮静化され地域にテロと 暴力のない平和と安定が実現することを強く望んでおります、まあ、こうした中におきまして、今、我々がすべきことは、人道目的の戦闘休止、および人道支援活動が可能な環境の確保、これをイスラエル側に求め、その実現に向け、尽力することであります。このことこそが、現地で今苦しんでいる多数の子どもたち、 女性高齢者を含む一般市民の幸福を、惨状を少しでも和らげるために最優先であると考えております。そうした中で、日本時間22日でありますが、カタール政府の発表によりますと、イスラエルとハマスの間で4日間戦闘を休止をし、少なくとも50名の人質の解放、イスラエルにより拘束されているパレスチナ人の釈放、 及び人道支援物資のガザ地区への搬入増大を行うことで合意をし、またそれに先立ち、イスラエル政府も人質の解放と引き換えに戦闘休止を行う旨、発表したと承知をしております。人、ま、質、あの解放と人道状況の改善に向けた重要な動きとして歓迎するとともに、関係国による努力に敬意を表したいと考えております。この合意が着実に 実施されることをを期待をしてておおりりまますす今後も国一国と現地情勢が動いております関係国等との間で、質、ま、出、あ、をしっかりと行い、児童を含む人道状況のさらなる悪化を早急に防ぐため、先般、我が国も賛成して採択されました安保理決議も踏まえた上で、まあ、人道状況の改善および、それに資する人道的救止さらに事態の早期沈静化に向けまして、 外交努力を粘り強く積極的に検討してまいります<長>続けてます赤嶺政賢君。あのー、人質の解放や、えー、の措置を取られるということは、えー、これは別に、えー、いいことですよ、ただですね、えー、私が求めたのは、日本政府は今こそそういうことをきっかけに、停戦をイスラエル政府に求めるべきじゃないかと、おネタニヤフ首相はですね、これが、 終わったらまたあの悲劇が続くわけですよ。私たちの目の前でですね、幼い赤ちゃんが爆撃によって殺される。こんなのは本当に想像をするのも恐ろしい話ではありませんか。これまではですね、これまでは日本政府は双方の立場に立って、 停戦を求めてきたはずであります。ぜひですね、高級的な停戦をにつなげるように日本政府自身が即時停戦を求めていくこういう立場を総理に求めたいんですがいかがですか総理。内閣総理大臣岸田文雄君。 まずあのガザにおける状況については、深刻化の一途をたどっており、これは国際社会全体として、深刻な懸念を持って、状況を注視しています。これはの平和と安定が実現すること、テロと暴力のない地域を取り戻すこと、これはこの関係者、関係国、 強く望んでいるところですが、しかしながら、えー、今ご案内のとおり、この中東の、えー、今回の事案に至るまでの歴史的な経緯ですとか、複雑なこの背景、えー、事情を鑑みると、停戦が一朝一夕になるとは、残念ながら期待できない、これが現実であるとも受け止めております。だからこそここそうした中で今我々がなすべきことは 人道目的の戦闘休止、および人道支援活動が可能な環境の確保、これをイスラエル側に求めて、その実現につなげていくということであります。あの今回の,、えー、その休止の動き、これはこの人質の解放と人道状況の改善に向けた重要な動きであると認識をしています。ぜひこうした具体的な 取り組みをこれからも日本としてこの、えー、進めるべく貢献していきたいと考えています。赤嶺政健君、あのイスラエルは、えー、ハマスを壊滅するまでですね戦争を続けると言ってます、えー。イスラエルの国連憲章違反から、えー、そういう歴史的背景から、えー、今回の問題が起こっております。もちろん。 ハマスの人質を拉致するようなことも許されませんしかし、日本政府はアメリカの顔色を伺かがうんではなくて、しっかりですね停戦を求めることを強く要求しまして、質問を終わりますこれにて、赤嶺君の質疑は終了いたしました。次に